人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS4 と40代プレイでもですね、今回プレイするソフトはセーブルームになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、セールで買ったゲームなんですけど、ちょっと面白そうだったんで買ってみました。多分ね、いわゆるバイオハザードとかによく出てくる、こう、荷物を置く、ね、このスペースですよね。箱みたいな。そこの中にうまくこう、置いていくっていう。え、こうじゃねえ、違うのか。ゲームだと思ったんですけど、違うのかな。本当に違うの。イグジット。違うな。あれ？あれ？違うのか。そうだね。回す。置きます。フィニッシュレベルになってるけど。あ、これでスタートボタンか。なるほどね。わかりました。すいません、わからなくて。要はこのスペースの中に武器を収めていくと。武器とかアイテムとかを。取ったアイテムを収めていく。それを延々繰り返すっていうゲームですね。これまだわかりやすいですね。これをここに置いて。多分これのレベルが延々続くっていう感じでしょ、おそらく。まあ、当時結構ね、こういうのって悩みましたよね。こう、うまく置いて、こう、置けるように工夫するっていうのがね、なんかうまくいかなくていつも困るんですけど、あ、うまくいったな、これ。こうか、これいいのか。まあ、本当パズルゲームですよね、簡単な。ただちょっとこのクリアがスタートボタンっていうのが分かりにくかったな、すごい。まあ、よくハンドガン、ショットガン、サブマシンガン、これいますよね、これね。これどうするんだろうな。これけど、ショットガンは多分こっちなんですけど、ここだと大無理か。ちょっと足りないかと。これを一旦こっちに置けて、こっちを先に置く。これを固定させとかないとですよね。余るからこうだな。でもって、この辺のやつは、ここに置いて多分大丈夫と。で、あと、この、サブマシンガンが珍しい形だな、これ。どうすればいいんだろう。違うな。これがややこしいな。じゃあ一旦卵を抜けましょうか。抜けられないのこれ。これを一旦どけて、どけて、こいつを。こうか。こうだな。うん、こういって、卵を置きます。これ卵なのか、本当に。よくわかんないけど、これ。なんだろう、これ。これをどんどん延々やっていくっていう。本当に、それだけの。本当、アイディアソフトですよね。これ考えれば。まず、これはこうで、多分これ自体は、これは多分合ってる。問題はここからですよね。よくあるこれ弾丸ですよね、弾丸。これでもう一回こっちから反対にして、ダメか。もう一個足りないか。もう一個こっちがいるのかな。ということはこれを一個どっけて、けどこれ、こうか。こう抜けないのか。これで一応ここに入るな。で、三つのやつをこう、ん？あれ三つじゃなかったっけ？あれ？違うな。これここだな。違う。
あれ違うのか。じゃあこれここかな。なんかそんな気がしてきた。こっちがこれこうか。これはなかなか難しいですぞ。こうしてここにハンドガンを置きます。いやこれも違うな。これこれちょっとここ難しいな、マジで。これ逆か、入んねえな。こいつを入れるスペースを作るのは意外と難しいな。一個ずらせねえしな。ずらすとしたら、だからこいつですよね。この上のライフルの方はずらせる。こうずらす。こうずらせば。よく違うな。でもこうでもないしな。何かこいつをうまく。するけど、でも最終的にこれがうまく入るか？入らない。これたち入るのか。これがうまくこう入るやつある。入った、入るけど、ダメだな、やっぱこうなったら。でもこうしたら4つ、ここの4つ、ああ、これ、ああ、けどこうしたらハンドが入らないのか。だけどこう考えちゃうね。これでいけるか、もしかして。これでいけたかも。ああ、ダメだ。あ、でもいけるわ。これでいける。これでいけた。よし、やった。なかったな。いや、これはけど、なんか延々こうやってやっちゃいますね。いろいろなパターンをね、こう、考えながら、プレイしちゃいますね。よっしゃー。ん？これ簡単じゃねえな、これ。ここじゃねえ、違うのかな。なんか微妙に違うかもしれない。なるほど、それもできるんだ。こういうことね。一瞬無理だなと思ったけど、そういうことか。こういうことか。ああ、よくできてらっしゃる。弾を込めろと。弾を込めて減らせと。これ以上減られるのかな。無理なのか、さすがに。これ5発っていうのはここに入るのかな。入るのか。緑になったらいっぱいってことですね。いや、なるほど。いやー、これ考えてたらなかなか本当に
すごいですね。これ何だろう、これこんな感じなかった、違う違うのか。おい、これでいいか。よし。ここは分かってきましたけどね。とりあえず、こうするっていうこと自体は分かってきましたが。これとこれをできないの？やっぱそうだ。イエーイ。なんかそんな気がした。この数字が違うなと思ったんですよね。マックスまでいけんじゃねえと思って。やった、賢い。こういうとこ嬉しい。よし、決まった。じゃあ気のいいところ10面まで出しましょう。これもなんか同じように一つはこうやってして、一つはこう入れてやって、とりあえず一つ目これはこうしたいですよね、なんとなくですけど。そうな気がするんだけどな、これで。違うな。パッと見はこれでいきそうな感じだけどな。これをこっちをこうしたりとかして。違うのか。無理か。やっぱ基本はこうか。これ難しいかも。ここちょっと本当に。これをのけてやっぱりこっちに押し込まないと無理かな。でもそうすると入れられねえんだよな、これな。いけたわ、いけた、よし、これでいけた。よし、さあラスト50発入れまーす。100発、よしもう分かってきてるよ、さすがに。これが大事で分かってきましたよ。よし、さあここまでできて、ここはうまくいきたいな。パッと見たらこういう感じなんだけどな、違うのかな。違うか、やっぱり。あー入るけど違うな。ここかなと思ったんですよね、一瞬ね。こうとか、これ入んじゃねえ。
これで入る気がする。やった、いけた。よし、やりましたー。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。セーブルームいかがだったでしょうか。いや本当にね、あのバイオハザードでのおなじみのあのセーブのこうアイテムを置く画面をうまく使ってですね、パズルにしちゃうっていう、これは本当アイデア商品ですよね。いやー、よかったです。面白い。うん、まあなんかけど延々やってしまいそうですよね、暇な時とかにこういったゲームどんどんやっていきたいと思います。ということですね、またプレイステーション4のソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。